すっごい似合ってます。本当に何か二人の組み合わせがまたいいよね。なんか俺結構いいとね。ロワイもいこのまま中島公園ナーにできますから。ああいいな。いいじゃじゃあ行ってらっしゃい。どうも。喋らせて。もっと喋って。今日はなんかすごい一大イベントがあると思っはい。あれですよね。今回の一番に反省会では福永さんと光さんのダイエット対決の。 結果発表でーす !1 月27日の YouTube 反省会でみんなで今年の目標を発表したんですけれどもその時の光さんの目標が「じゃん!」痩せるーって書いてあるんですけどからもうねやる気が感じあとね「そんなの書いたっけ?」とか言われたら困るので証拠 VTR がこちらです。出るんだ今年の目標何にしようかなって思ってて思出てこなかったの。 福永さんが痩せるって言ってたし、うん、なんか勝負しとくかなと思って。私と、うん、4月中終わりまでに,までに 3, キ3キロ痩せましょう。う二人でちょっと、うん、2> 3ヶ月ちょっと二人で頑張りたいと思います。うん、でね福永さんも目標をねね立ててましたもんね。目標はい、痩せる目標を達成できなかったら体重を公開するって。 おっしゃっていたと思うんですよゆりさんは本当に公開するんですかもし言ってなかった場合 <laughs> するに決まってんだろう。<laughs> 厳しい準裁判長だ準 <laughs> 裁判長言ったかしてないか見てから言えよ <おー S 2> <ー>裁判長もじゃあ乗ればいいんですか我々は <laughs> あの。 体重計ご用意してます、はい、<laughs> わー乗りますかじゃあもう早速いいですかいいキロもはいじゃああの裁判長見て、はい、発表はまた後で言ってください後でみんなの<あ>とこから見える、ね、みんなみんな見ないでね<ー>今本当にごめんねいきますよせーの<笑>,笑ったぞーおー <laughs> お俺の体重よりもゆりさんの体重の方がみんな気になるでしょう。出た どういうリアクションどっちだこれ出ましたね出ましたね笑顔結果はせーのできませんでしょうーだろうなそんな感じしたもんできるわけないできるわけなかったなじゃあそれではよろしいですかそれではもう カルさん、はい、私の体重はですね。光の効いたって別に願望もない。私はえっと六十まあ二三ぐらいがアバイリー一度おっしゃったんですけれども、おっしゃった。もうおか現在の体重六十五七とか。もうね、びっくりしましたね。人生で一番重いです。え六十キロ目指してたんだよね。 <笑><笑>ね<っ>すごい、ね、乗った時に「61だったら OK ですね」とか言って、ね、もうスーンって抜いて六61なんてもう通り過ぎるの早かったですね。ね <laughs> ってもうびっくりしちゃ<ー> <laughs> <れ>いましたよね。<laughs> まあ北海道ってあの美味しいもの多いですからね。 ね、すごいね、食べ出され。だって、ひかるさん、僕より重いですよ。え、もう、ええ、何キロ。僕、僕六十四キロなんで。ええ、寝ちゃった。身長。は身長、百八十二センチです。え、何センチですか。百、百六十七です。だ、大体二十センチぐらいの差があるんですけど、僕より重いです。やばい。やばい。やばいな。いや、これはまずいよ。私の体重は。 出てるちなみに最初より減ってるちょっっと減た、キロが目標で何なら2週間前の方が軽かった。 そうですかイカさんこの二人五ヶ月あったんですもんねすごい。改めて期間を引きい、引私はまだまだなんですけど三後十四キロ。え十四キロ？すごい。そうだから五ヶ月で三キロっていうとちょちょいのちょいかな。でも本当に私。 痩せられた本当に久々に会、ね、4ヶ月ぶりぐらい本当に3キロ達成したんだって思ってんんかいま、うん、した。 運動あんまりしてなくて、あじゃ食事制限とかはもっている？食事もちょっと最近食べてて、はいでは今後はプライベートの方でダイエットお二人はやるのであれば頑張ってみてくださいゼロゼロになるまで、もう目標発表の時に痩せるって言わないでください、ちょっともうもう美味しく食べるでいいと思いました。はい。 というわけで皆さん今日はこれで終わりますで来週の反省会はちょっと来週放送がないのでお休みとなりますので、はい、さあ来週またお会いしましょうチャンネル登録高評価いいダイエット方法コメントでお待ちしております <laughs> お願いします